今紹介していただきました東京大学の高木と申します、えー、っと私はあの今紹介にあったようにですねその下に書いてますけれども DDBJ とそれからもう一つの NBDC というセンターの運営に関わっているので今日はあの東京大学の立場ではなくてこの DDBJ に関わるものとして少しお話しさせていただきます。 えと先ほどまで榊先生のお話もございましたけれども、えー、DNA データをどう研究に生かすのかあるいはそれをいろんな応用にどう使うのかという話がございましたけれども私はそういう研究に生かすために、えー、そのデータを整理するデータベースを作るあるいはそれを解析するためのスーパーコンピューターを用意すると、まあ、そういう観点でお話をさせていただきます。で ちょっとあの今日はどういう聴衆の方がいるのかよく分からなかったのであのタイトル非常に硬いタイトルにしてしまってちょっと反省してますがあのできるだけあの柔らかい話を、えー、したいと思ってますがちょっと根が真面目なのでできるかどうか分かりませんがであの通訳があのつかないっいう話ですけど。あの お金がなくなったということでうちはあの私は通訳なしでやると実はあんまり通訳する価値のない話だと思われてるかもしれないんで、えー、っとそういう話を皆さんにお聞かせするのはあの恐縮なんですけどまあしばらくお付き合いくださいで通訳なしですと1時間フルにあるんですけどもさすがにあの聞かれる方も大変だと思いますのでせいぜい30分ぐらいで終わりたいと思いますよろしくお願いしますお付き合いくださいそれで今日の私の話はですねえー、っと大体4つぐらいの話をさせ いただこうかと思っていますで、えー、っと先ほど言いましたように、まあ、データベースこのいわゆる研究の基盤となるものをどう整備していくかという話を中心にですねお話ししたいというふうに思っています。で、えー、っとそれぞれについてはあの後で詳しくお話ししますのがまずは最初にあのデータベースが今どうなっているのかこれまでどういう開発がなされてきたのかという話ですねそれから2番目が何、えー、でデータベースの話なのかと。 えっと、データベースなんてどこにでもあるじゃないかと、えー、なんで重要なのかって話をしますそれから、えー、っと先ほども少しなんか話題に出てきましたけども榊先生のゲノムはシンプルという話なんかシンプルなものだったら別にあの苦労して、えー、何か解析しなくてもた、えー、めとくだけでいいんじゃないかということなんですけどもいや実はそうじゃないという話をしますで最後にまあいろいろこれから我々が取り組んでる話をさせていただきますで本日はああ DDBJ の30周年ということなのでまずその歴史の話をしますけれども えっと私 DDBJ にかかったのここ数年なのであの30年前のことはよく知らないんですけれども、まあ、見てきたようにちょっとお話ししますと,、えー、と1980年頃からですねこの DNA のデータベースを作ろうという動きが世界的に始まりましたで80年とか82年にそういう動きがあって日本にも要請が来たと。1983年ぐららいから準備を始めて えー、実際にデータをリリースしたのが87年ということで、えー、今年が30周年と実はあのこれまでは86年だとか84年が、えーっとあのー、スタートだという言い方もしてたんですけどもちょっとそれだともう30年過ぎてしまってシンポジウもできなくなりますので、えー、っと87年をスタートということに。それでえーっと これ見てもらえば87年の後にです、ね、あのに先ほど榊先生のお話ありましたけども1990年ぐらいから人気のプロジェクトがスタートしましたのでちょうどその少し前からこの活動があるということです。 それから少し飛ばしますけれども、えっと、2009年頃からです、ね、先ほど出てきました NGS って言ってますけども次世代型の非常に高速なゲノム決定装置が出てきましてそれらを受け入れるために DRA というサービスを始めたりですねまたそ,の、えっと、そういうふうにゲノムを決めることが非常にまあ簡単に安くできるようになりましたのでこの辺りから人のゲノム個人のゲノムを決めようという話があってそれでああ2013年の10月から 個人のゲノムのデータベースもサービスするあのデータベース化して使えるようにするということをしてきましたで詳しくは紹介しませんけれどもい,、まあ、いくつかのデータベースを作っておりますでそれはあのこの、えー、とアメリカヨーロッパ、えー、と連携しながら、まあ、データを交換しながら作っているとこういうことになりますさてそれで、えー、とこういうような、まあ、データベースを作る時に、えー、とディスクがまあ大量にいりますし それから解析にもあの非常に大きなコンピューターが必要だということでえー、っとだいぶ前からあのスーパーコンピューターを入れまして、えー、遺伝犬にですねそれで5年ごとぐらいに更新をしてきておりますでこれ見てもまあちょっとよくわからないと思いますがこういうふうにまあ非常に、えー、大きなあ計算機が入ってますで、えーっと コア数って言いますけれどもまあまあ CPU みたいなものと考えてくださいそれがまあ20万ぐらいあるとそれからメモリーが66テラストレージが13ペタということで非常に大きなものですこの数を言われても多分皆さん実感がないと思いますので少しお金の話に換算して言いますけれども、えー、っと大体このスーパーコンピューターを借りてるのが年間で 数億円ですあの5億円以上10億円弱ぐらいの間であんまり正確な数字を言うわけにいかないんですがあのそれぐらいの金額を1年間借りるだけで使っているとでそういうものを我々のところで用意をしてデータベースを作ったり解析したりあるいはそれをゲノムの解析をするいろんな研究者に提供しているというわけですでどれぐらいの研究者が使っているかって日本だと250以上ぐらいの大学研究機関 一部民間企業の方もございますけども2500名ぐらい世界全体でいれますと3000名弱ぐらいの人がこの、えー、三島の DDBJ にある、えー、スーパーコンピューターを使ってるというわけですそれから、えー、っともう少しあの今度はデータの話をしますけれども、えー、データがどれぐらい増えてるか、えー、ということで、えー、っとちょっとこの小さくて見えないと思いますのであの 何年ということは省略しますけれどもこのデータがどれぐらい急速に増えてきているかでこれがあの以前からの伸びですけれどもあの今から10年ほど前に次世代シークエンサーっていうのがあの普及してまいりましてでそれによってこのカーブが変わりまして急速にこう伸びてきているとであと10年もすればあのペタバイトの上のエクサバイトというレベルまでいくというようなことです。 でえー、っとこの中でもあの注目すべきは最近は個人のゲノムを決めるということがあの非常に、えー、っと多くなってきてますのでそれに対応しないといけませんし、えー、っとそれ以外にも、まあ、データ量が非常に爆発的に増えとそれからコンピューターのセキュリティもきちんと保たないといけないとこういうような状況になってます。 ちょっと非常に駆け足で DDBJ の状況をお話しいたしましたけれどもこれを少しその DDBJ だけではなくてあの世界的あるいは国内全体の話をまとめますとここの1枚のスライドにまとめましたあのそこにありますようにデータの爆発っていうのがまあ起きてきています先ほどあのここ10年ほどで性能が100倍1000倍万100倍というふうに増えてるという話ございましたけれども非常にそういう状況が来ていると。 であのそこに「ムーアの法則っていうのが書いてありますけど「こ,してここにですね、えっと、ムーアの法則っていうのはコンピューターの性能が良くなる、えー、伸びの法則でして大体いいコンピューターは18ヶ月経つと性能が倍になるということが言われているわけですけれどもそれ以上に圧倒的にこのゲノムを決める装置の性能が伸びているというわけです。 でそういうことで、えー、先ほどからあの今朝メタゲノムの話が腸内細菌とかの話がありましたしそれからヒトゲノムの話とかも榊先生ございましたけれども今はもうえっと10万近くの生物種に関してゲノムプロジェクトが進められているとで今回まあゲノムの話以外はほとんどしませんけれどもゲノム以外のデータもまあ非常に爆発的に増えているということですだからもう一つ忘れていけないのは それに伴って論文も増えてるということです。今あの生命科学分野で2500万件とか2600万件ぐらいの論文がたまっています。で毎年えっと100万件には届かないくらいですけれども、それぐらいの論文が出てるわけです。まあ誰が書いてるのかよくわからないんですけれども。 ですから毎年100万も論文が出ればですねその中にはいろいろ全く読まれない論文もあればある種不正の論文も捏造の論文も生まれてくるのは致し方ないかなという気もいたします。でもう一つこの知識とデータの爆発に伴いましてデータベースもまた増えているということでこれも正確な数よく分かりませんが1万とか2万という数がありますし解析ツールも数千あってどのデータベースをどう使ってどう解析すればいいかがよく分からないと。 でこの右の方にちょっと書いてますけどもとにかくこの生命科学の分野ではだいたいペタのオーダー、えー、と10の15乗ですね、えー、日本の単位でいうと1000兆の文字を扱うような時代になっていると。で主要なデータベースセンターはだいたいこれを数十ペタバイト持っている状況になってきているというわけですでそういうようなことで、えー、と今日もいろいろお話ございましたけども生命科学はこのビッグデータを扱う えと情報の学問、えっと、皆さんあの、えー、特に高校生の方はなんとなく生物学者っていうと実験をしてるイメージが強い白衣を着て実験してるイメージが強いかと思いますけれども今はそのコンピューターの前に座ってる、えー、ケースも多々あるというわけです。であの、えー、っとそういう意味ではこのデータが、えー、まず取ってしまってそれから解析する。 先にデータを調べ尽くすとこういうような、えっと、研究のスタイルっていうのが非常に普及してきましたで、えっと、そういうようなのを、えっと、分子生物学って言葉がございますけれども、えー、それになぞらえて情報生物学だとか計算生物学だとかいう言い方をされることもあります最後のデータベース生物学って誰も読んでない私が勝手に呼んでるだけなんですけれども、まあ、あのデータベースを中心に生物学が回ってると言っても過言ではないわけです でもう一つ言いたいことはですねこれ後でも少し触れますけれども、えー、ここに生命科学と書いてますけれども、えー、これはだからこれまでは理学の世界あるいは医学の世界と思われてましたけど実は、えー、と工学の世界エンジニアリングの学問になりつつあるということも言えるかと思います、えー、それはちょっとなかなか説明が難しいんですけども非常にだからあの、えー、皆さんがイメージしているものとは違ってきているというわけです さてそれでえっと少し前置きがあるんですが今度はじゃあなぜこういうふうに大量のデータが出されえっと1万も2万もあるようなデータベースが作られているのかということを少し考えてみたいと思います別の言い方をしますとデータの共有がなぜ必要かということになりますでえっと今の時代そのデータベースが ない研究分野っそのビジネスの分野でもそれこそ飛行機であれ銀行であれさまざまなところに裏にデータベースがあって皆さんそれをベースに社会が回ってるわけです。じゃあなぜこの生命科学の分野でデータベースのことをことさら強調するのかということに少しご説明します。 でえっと、文献データはですね今から古くて1960年代ぐらいからもデータベース化されてますし研究データに関しましては1970年代ぐらいから進んできてますであのこの DDBJ が対応してますこの塩基配列のデータバンクっていうのは、えっと、日本アメリカ欧州の3局で作ってますがタンパク質に関してもこれ日米オの4つのセンターを中心に回ってます でえっと、ゲノムとタンパク以外にもですねここにありますようにさまざまな種類の詳しくは今日説明しませんけども、えー、っと遺伝子の発現だとか、えー、っと代謝産物だとかですねそういうもののデータベースも作られてますしまたその分野別に植物だとか微生物だとか実験動物さまざまなところでデータベースが作られているわけですですから、えー、っとデータベースが世の中に1万も2万もあふれてくるわけですじゃあなぜそのデータベースの構築データ共有が活発かということなんですけども これよくよく考えてみますとデータを出すのにある知識を発見するでその知識っていうのは普通はあの分かったってことは、えっと、記述量が減るわけですから、えっと、例えば246810といったのを偶数だ2で割れる数だといった、えっときに知識になるわけですねでそういう意味で、えっと、データを、えっと、の記述量が減るということなんですけども生物学の場合なかなか小,小数の数式とか法則で表現できません ですからデータそのものもが重要なんですねそうするとこれをまあデータベース化してみんなで使うっていうのはまあ自然なことなわけですです,ですからそういうふうにデータベース化をしますとデータ研究成果の再現とか検証にも使えますそれからえ共有しますと,えと統計解析のパワーアップに使えるわけですね例えばえ1人とか 糖尿病の患者さんん。見ても何も何かりませんあるいは10人100人見ても分かりませんけれどもこれが1000人1万人10万人集まってくるとそのゲノムを比較することによってどういうようなところに、えー、その原因があるのか分かってくるという意味でできるだけデータを増やしていくと統計解析がパワーアップするとそれからもう一つ重要なことはえー、っと自分の観点でデータを集めてくるわけですけどもそれ以外の第三者が えとイノベーションを起こす違った視点で物を見るということがイノベーションの、えー、鍵ですからそういう意味で、えー、とこのデータを共有するデータベース化するということが、まあ、非常に重要なわけですで最近はまあ研究不正への対応だとか重複の排除だとか、まあ、研究資金を効率化するっていう観点も少し入ってきましたけども本質的にはこういうことですからもう一つ大きいのはこの資金提供機関ファンディングエージェンシーっていいますけどもそれがデータをちゃんとデータベースに入れなさい あるいは論文を受け付ける時に論文出版社がです、ね、データベースにくださいというふうにまあ義務付けをするでそういうような義務付けがありますから当然その受け皿としてのデータベースセンターとかアーカイブが整備されてくるこういういい循環がまあ生命科学の場合は生まれてくると。 で結論としてはそのデータベースっていうのは、えっと、いろんな研究今日いろいろお話があったような研究のインフラであるんですけども今お話ししたように実はフロンティアそこに一番最,最先端のものが詰まっているとこういうことで、えっと、勢いデータベースが非常にまあ活発に作られているわけですじゃあこういうふうにまあデータベースが作られているんであれば何も問題ないかということなんですけれども実はあの、えー、っとそう簡単ではありません、えー そのデータベースは先ほど言いましたように1万も2万も作られてるんですけども生物種ごとに作られたりさまざまなものがありますでも一方で自分の研究を見たときに病気の研究してても他のえっと生物のゲノムの情報を見てそれの意味を探ったりするってことありますのでこのゲノムという情報の性質から生物横断的なので専門外の分野のものを使わないといけないこれはデータベースが非常に多数作られてますからえっとその使い方がよくわからない。 フォーマットやその注釈がバラバラだとかですね、こういうことがあります。また、えっ、ー、とデータの、えー、大げさに言うとちょっと難しいことばかりですけど、文脈依存性だとかさまざまなことがあります。あの最近ビッグデータということで、あの生物学もまさにビッグデータということなんですけれども、あの携帯電話とだとか,だとかアマゾンの買い物の情報だとかですね、そういうものはデータの解釈が え割と簡単だしあのフォーマットも統一化でできるわけですね例えば携帯電話で、えーっと N、ドコモとその au と、えー、ソフトバンクでなんかデータの持ち方が違うとか、えー、いうことは多分ほとんどないし簡単に変換できるわけですね。でそういうことを考えるとあのそういうもののビッグデータは使いやすいんですけど生物の場合はそれぞれの研究者がそれぞれの、えー、装置を使ってそれぞれの材料の料理をしてっていうことになりますとなかなかそれらをえー、っと 簡単に使うことができないと別の言い方をしますとどっかに貯めておけば、えー、誰でも使えるかってそうでもないというわけですだからもう一つこれちょっとあの今日は細かいことを省略しますけれども我が国特有のいろんなあの問題がございまして、えー、っとなかなかあの、えー、データを簡単に使えないというわけです、えー、この中で一つ,二つだけ触れますと 1、えー、一つはこの小規模なプロジェクトが多くてですねこれをなんかビッグデータに変えてやる必要があるとからバイオインフォーマティシャンってこのデータを解析する人たちあるいはデータベースを作る人たちですけども、えー、そういう人たちが、えっと、日本では不足してるっていう話がありますこれ後で少し触れますけれども、えー、そうなってくるとデータをみんなで用意ドンで公開してしまうと、えー、解析競争に負けるんじゃないかと、まあ、そういうさまざまな理由でまあ囲い込まれてるというようなことがございます。 それでそういうような状況を解消しようということで今からちょうど10年ほど前になりますけれどもデータの共有を図る促進するそれからそれを大げさに言うと公共財としてにすると。 そそしてそのデータの価値を最大化することを目的に我が国でプロジェクトがスタートいたしました、えっと、細かいことはあの省略しますけどもここに書いてあるさまざまなえっとフォーマットの統一だとかデータの権利関係を整理するとかですね、データベースの所在情報を明らかにするだとか分野ごとにデータをまとめるとかですね、あるいはその人のデータ個人ゲノムのデータはえーっとまあプライバシーを含んでますからえそういうものをえちょうまく管理しないでいく。 さまままままざな活動がまあ取りりれてきましたで、えっと、その成果は例えばこういういホーームページにあります昨日の講習会でもあのあのいくつか聞かれた方がいらっしゃるかと思いますがあのもうだいぶ高校生の方が帰っちゃったので <laughs> あれなんですけどもここに多分あのこれから高校生の方が、えっと、勉強したり、えー、研究したりする、えー、材料が転がってるのでぜひ、まああのえー、っと何か調べ物をしたい時はこの NBDC というふうにググっていただければあのここにたどり着くと思います。 でこの中ではさまざまなここにちょっといくつかあの例を挙げましたけども、えー、っとタンパク質のデータそれから、えー、っと医薬品のデータそれから、えー、っと植物のデータ微生物のデータタンパク質のデータさまざまなもののデータベースがまとめられて作られていますでちょっとこれまであのお題目だけの話だったので少しだけ技術的な話をしますでこういうふういふにさままざなデータをこう整理すると ということをどういうふうにあるいはそれをどう統合するかということがまあ重要だということをお話ししましたけど具体的にどんなことをやるのかというイメージだけちょっと,します、えー、っとこの私ども RDF っていうのを使うんですけども、えー、っとこれはですね世の中のものを全部データである知識であれこの主語述語目的語とこの3つのものの組みで、えー、っと表現しようというわけです。 でこの、えっと、主語とか、えー、述語とかですね、えー、っとそういうようなものをきちんと決まった、あのー、意味付けをしたボキャブラリーであるいはその ID で整理をすれば、えっと、これとこの目的ごと主語のあたりがつながっていくとこれがどん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 つながっていって大きなネットワークを形成するというわけですで。こういうもので今データベースをいろいろ作ってましてそれをまとめたのが NBDCRDF ポータルということです。 でこれはですね、ここにあります下の方に書いてますように、えー、っと今現在、えー、17のデータベースを収録しています。で、これをあの検索、解析することによって、いろんなことがまあ見えてくるというわけです。で、少しだけ例をお見せしますけども、まずこの、えーっとえー、これはあの後で紹介するデータベースですけども、これが70億あの、さっきの3つ組の ことをトリプルって言いますけども7れは DDBJ のこの RDF っていうフォーマットで書いたものが200億トリプルになりますけどこれも間もなく公開する予定ですで。こういうようなものをどう使うかってことでこの今の OpenTGGates のという、えー、化合物、まあ、医薬品のですね毒性検査の情報遺伝子が発現がどう変わるとかですねそういうような情報の例でお話ししますと このデータベースにはですねこんなふうに、えー、っと化合物だとか病理情報だとかあいくつか腫瘍だとか実験条件だとかこのようなものが、えー、っと書かれて発言データとかですね書かれてますでこれがこんなふうにネットワークになって先ほど言った70億、えー、3つ組が入ってるわけですでこれを検索するにはこういうふうに、えー、っとスパークルという言語で書きますでここにちょっとあのえー、っと多分見えないと思いますが あの、それを検索する言語が書かれています。で、えー、これ、何が書かれてるか、私もよくわからないんですけれども。あの、なかなか、あの、書くのが、えっ、ー、と、特に生物学者にとっては難しいので。それを、あの、簡単に、生成してくれるような、スパークルビルダー。こんなものを作っています。そうすると、例えば、ここに、あの、化合物と、えー、ちょっと。 よく見えないので読めませんけどもこの2つの間の関係を、えー、調べるような先ほどのスパークルっていうのを書いてくださいというようなことをやりますとこの間がこう、まあ、こんなふうなネットワーク上でグラフ上でつな、まあ、がるパスを探してくるというわけです。でそうすると、えー、こういうふうにして、えー、とこんなようなスパークルってちょっと、えー、人間がちょっと読みにくいものですけどもこういうものを生成すると。 でこれを、えー、と検索するると、まあ、答えが返ってくるこんなようなことでさまざまなこれ今たまたまオープン t g ゲーツというものだけを紹介しましたけども病気のデータであるとか DNA のデータであるとかタンパクのデータが全部こんな形で三つ組みになってしかも ID の統一がなされていればいろんなものがつながるってわけです。 今のスパークビルドだけではちょっとなかなかまだ難しいっていう人にはですねこういうふうにこれちょっと英語で恐縮なんですけどもこういうふうに英語の文章で書くと、えー、先ほどの、えー、と検索言語を生成して検索してくれるとこんなようなことを開発しているわけですそうするとまああの、えー、となかなか今見,た見ていた,だいただいただけでは使いづらいと思われるかもしれませんけどまあこういうことをやまやっているというわけです さて最後に、えー、とちょっとあのそろそろあ,のあと5分ほどで終わろうと思いますけども、えっと、こういうような活動をしてきていましてこれから何をしないといけないのかということを少しお話します何が問題かと1つはあのデータと知識が、まあ、先ほどお話ししたように爆発しているということでこれをどういうふうに処理するかということですでこれあのよく使われるグラフなんですけども、えー、とちょっとあの見にくいかもしれませんこの青いラインが、えー いわゆる皆さんが使うディスクの値段の下がり方です安くなり具合だと言いましょうかでこれは、えー、とちょっと小さくて見えませんけども、えー、と14ヶ月でだいたい金額が半分になるとディスクの値段が半分になる先ほどのムーアの法則とはほとんど同じような話ですねでこの黄色い線がこれ榊先生の話に出てきました、えー、と従来型のシークエンサーって呼ばれるものでこれ見ますとこちらの方の値段の方が下がってあの下がり度合いが 大きいので放っておけばえっとデータが出てくるよりディスクが安くなるので同じお金を持っていればデータがどんどん貯めれるわけなんですけどもこのもう一つこの赤い線がえっと次世代シークエンサーと呼ばれているものでこれ当然この上にこれを青い線を越えてますからえっとディスクがどんどん安くなってもそれ以上にお金をつぎ込まないとデータが格納できないというわけですで。こういう状況があるということですのでこれをどうするかという問題があります。 で先ほど少し触れました DDBG のスパコンはです、ね、もうデータもジョブももう溢れる状態になってきてますまたそれを、えっと、データベースを作ったりする人の、えー、人材とかですね SE の方も不足してるとこれはまあお金が、えー、データが増えてって作業も増えるのにお金が減っていくということですでこういうような状況が世界中で起きてますのでこういうコストは誰がどう負担するのかということをこれから考えていかないといけません それ国際的にみんなで負担しようって話もあれば国がやるべきだ民間企業からお金取ればいいじゃないか研究コミュニティこの受益者負担っていう考えもありますしいやデータ生産者がデータを入れてるんだから、えー、か負担すべきだということもあります。またそもそもどういうデータを未来永劫を保存すればいいのかっていう議論もそろそろ始めないといけないわけです。 でもう一つはあのこういう状況があるので一つはデータを圧縮してできるだけ小さく持つような技術だとかですね。あるいはその知識の方の論文の方は,これはテキストをまあ処理する技術だとかこういうものを磨いていかないといけないということになります。でこれがその、えー、と今最後にお話ししたあとテキストの処理技術ですけども先ほどお話ししたように2600万ぐらいの論文があるわけです。 でこれはもう毎年100万ぐらい増えてきますからこれを人間が目で見た何か処理するということはもうほとんど不可能になりますので、えっと、これをここにありますようなあのいわゆる人工知能的な自然言語処理だとかですね知識処理っていうものを使って自動的に注出するでこれ注出された知識をまた計算機で格納してその上で推論するというわけです。 でこ,のこういうものを解釈するためにはもちろんそのどれが遺伝子の名前でどれがその、えー、っと正義を表しているのかとかです、ね、病気の名前かということを認識しないといけませんからそのための、えっと、ボキャブラリーに相当する辞書を作らないといけないこういうような活動をしながら、まあ、データベースを作っていくわけです。それから次にあのちょっと話がそれますけどもあの今日どうしても触れてほしいって言われたのでちょっと触れますがオープンサイエンスということです。 このオープンサイエンスとは何かということなんですけどもここにありますように、えっと、公的資金を用いた研究成果について、えっと、これをみんなで共有していってイノベーションにつなげましょうという動きですでこれは世界的に非常にまあ大きなうねりになってましてライフサイエンスに限らず、えー、いろんなところで話題になってますでこういうものが例えば、えっと、G8 の会合で2013年の6月に、えっとまあ、共同声明が出ているというわけです で我が国としてもこういう問題に取り組んでいかないといけないわけでしてで、えー、っと基本的な考え方、これらの、えー、っと今の資料もこの後の資料も最近評判の悪い内閣府が作った資料ですけれどもあの、えー、っと基本的にです、ね、ここに一番下に書いてますように公的研究資金による研究成果のうち、えー、論文および論文のエビデンスでの研究データを原則を公開していきましょうとこういう流れになってきております。 でこうなりますと,、えー、っとデータの共有のルールどういう場合に隠していいのかどういう場合に出さないといけないのかそういうものをこれから整備していかないといけませんでライフサイエンスの場合はあの他の分野に比べてだいぶ進んでる方ですがそれでもやはり我が国はこのデータ共有という考え方になかなかまあなじまないところもありますでもう一つは,やはりそのデータ共有してどういうメリットがあるのかとここのところもきちんとメリットが出るようにしないといけないわけです で普通あの最初に何か発見したりすると論文が書けてそれでえっと評価されるわけですけれどもえっと同じようなデータは自分でも見つけましたっていうとこれはあのデータベース上はそういうデータがあれば非常にそのエビデンスが蓄積するわけですからありがたいわけですけどもなかなか論文にならないとでもデータベースのエントリーは増やさないといけないそこにどういうようなえモチベーションインセンティブを与えるかで一言で言えばそういういいデータベースを作ることを貢献したら 人にはですね、まあ、変な論文書きよりは高い評価を与えると例えばそういうようなことも考えていかないといけない時代になってきてるわけです。で、えっと、今日もう時間がなくなりきましたので省略しますけれどもこういうふうに、えっとえっと、今から 10, 10年15年前ぐらいからですねオープンアクセスということで、えっと、論文をみんな自由に見られるようにしましょうと。えっと、皆さんあの 外国の雑誌にしても日本の雑誌にしてもお金出さないと見ることはできないわけですけども、まあ、大学とかにいるとその大学がまとめてお金払ってくれるので、まあ、無料で見られるってこともありますが、えー、っとそういうものはその研究の成果っていうのは実はその税金でほとんどが行われてるので皆さん税金を払ってその研究が出た成果をまたお金を払って見ないといけないっていうようなことになったそういうのはやめましょうということで、えー、っと論文が見られるようにしようってう話をしてで最近はそれを論文だけではなくその論文の根拠となったようなデータ に関しても、えー、とこのオープンなイノベーションにつなげていきましょうということが言われるでそうなってきますと,、えー、と実はその自分は全く実験しなくてコンピューターだけでしかも自宅にいながらその世界中のデータを使って、まあ、研究ができる時代にもなるわけです。 えとなかなかその実験データを出すにはです、ね、研究費も必要ですし人もいっぱいかかるわけですけどもそのこれがオープンになれば、えー、と誰でもまあ自由に使えて知恵のある人が能力のある人が、えー、と勝負できると特に若い、えー、と既得権益のない人があの活躍できる時代になるわけです。さてそれであともう少しですそれで、えー、とこういうようなことをやるためにはです、ねえー、とそういうことをできる人材が必要です。 で一言で言うとそこにありますように生命科学と情報科学両方を学んだような人が必要です。でもっと言うと物理とか科学とか工学だとか倫理法律最近ですと人のゲノムをは個人情報ですからそれを、えー、どういうふうに管理すればいいか非常にその、えー、法律との関係も出てきます。でこういうような、えー、ことをできるような人材を育てていかないといけないわけです。でそ,そのためにはやはやり、えっと、こういうい学際的な領域、 あるいは支援的な仕事をするような人たちの評価の仕組みを考えないといけませんし教育の体制も作らないといけないまあでもあの、えー、っと非常にまあ若い人にとってはやりがいのある仕事だとも思いますので、まあ、ぜひこの分野に挑戦してくださいでここで一言お話したいのはですね、えっと、データベース開発っていあのな何となく作業のように思われるんですけども今日はあのそこのところなかなかお話できませんけど非常に高度で専門的で知的な活動です。 でそこのところはどうもあのそういうふうに見られないので若い人に魅力がないように見えますけども非常にあの、えー、とそういう分野だということをお伝えしたいわけです。ちょっっとあのこれもも、えー、時間ききつくなってきましたので えっと省略しますこの人データをどう国際的に共有するかというようなこととかですね、あるいは国内でも共有の話が始まってきています。で人の、えっと、ゲノムデータに関しましては、今お話ししたように、えっと、プライバシーの保護ということと、えっと、そのバランス取らないといけませんから、そこをどううまく処理するか、あるいは法律、個人情報保護法なんかにうまく整合するように処理しないといけないということがす、ちょっとこれ省略します。それで、えっと、もう一つその国際的な データの共有のの話っていうのが進んでおりますでこれもあの意義はちょっと省略しますけど一つだけご紹介しますと、えっと、あのいわゆる希少疾患という非常に患者さんの少ないような病気がございますけどもそういうものは我が国のだけでは、えっと、研究してたんではなかなか うまく先ほどでいうその量が集まりませんので、えー、っとこういう世界的に希少疾患の患者を探してそこの中でいろいろ研究をしようというような動きが、えー、世界中の研究者を結びつけるような試みっていうのをこの今のえグローバル・アライアンスというようなところでも進んでいるといわけです。 それからもう一つこれはちょっと皆さんに直接関係ないんですけどもあの先ほどあの説明しませんでしたけども、えー、っとアメリカヨーロッパに比べて日本の場合には小規模なセンターがいくつかあ,のあります。ですからら、えー、多分あのここにいらっしゃる人も えー、今日お話したような活動がどこのデータベースな何が行われているのかよくわからないと思いますのでそれを少しまとめていきたいということで今このデータベースのアライアンスっていうのを作ってますそこにありますよう、ね、に DDBJ と PDBJ と NBDC と DBCLES この、えー、B はあの同じ意味じゃないんですけどもえー、っと えっとそれをまとめて j b i というそのデータベースのアライサーを作ってここから我が国の,そのセンターとして一元的な発信ができるようにまあ準備していこうというふうに思っていますさてそれであの最後ですけどもここまでいろんな活動をしてきてますけどもえこれでもまだまだそのデータとかあのデータベースの整備とかですね知識の整理っていうのが進みますまだ道半ばですでこういうよういよなものをさらに進めてい い、えー、きたいとそれしかもあの、えー、医療だとか農業だとかそういうところにも役に立てられるような、えー、ものを、まあ、作っていきたいと考えてますが。えーっと その中の一つだけご紹介しますと今大規模ゲノムコ報とート研究っていうのは世界的にあるいは日本の中でも進んでますこれは10万人20万人という規模でいろんな人のここにあるようなデータをですねゲノムのデータだとか病気のデータだとかですね生活習慣の情報だとかこういうものを全部集めていってその予防医学だとかに役に立てようというような話がございます。 でこういうものを集めてくるにはですね、最近流行りの IoT ってやつですねインターネット・シングスというみたいなものでいろんなものをインターネットにつないでデータを集めてくるってことも必要ですしそれを AI を作って解析するとでこういうようなビッグデータを解析するってことでますますこの分野っていうのは非常に難しくなって そのためにはここにあるようにさまざまな種類のデータをうまくこう整理しながらここにあるようなものにつなげていくということがこれからまあ重要になってくると思いますのでまあ d d b j としてはぜひその辺りこれから貢献していきたいというふうに思っています。さてそれで最後にえっとちょっと時間が長くなって恐縮ですけどもえっとあの今日お話したそのデータベースあるいはスーパーコンピューターの話っていうのは 我々非常に重要だと思ってますけどもあの今日の午前中あるいは先ほどの榊先生のお話にあったようなこういうことが分かったこういう病気に役員だったこういう生命現象が分かったこういう薬ができましたっていう話ではなくてそれをそういう成果を出すための、えー、インフラストラクチャーなわけですねですからまあなかなかこう目立たないわけです、えー、ですからあのそういう意味で なかなか日が当たらない面もあるんですけれども逆に言いますとそうだからこそ皆さんの理解が、まあ、ないとですねこういう事業を何億円も使ってやるわけですからすまないというわけですよくあのロケットはやぶさなんかがあの、えっと、宇宙に飛んでいって帰ってくるとあ,のあれは我々の生活にほとんど役に立たないと思うんですがあのみんなあの喝采を言うので、まあ、データベースもですね あるいはそのスパコンもですねぜひそういう温かい目で見てもらえればというふうにまあ思う次第です。であのー、今日お話したようにこの DDBJ っていうのはアメリカヨーロッパの 連携して、世界的な DNA のデータベースを作ってますし、それ以外のさまざまなデータベースも作ってます、そういう拠点が三島市にある、あるいは静岡県にあるということで、ぜひあの、えー、っと誇りに思っていただきたいと思いますし、我々もまたその期待に応えるように、これから努力していきますので、ご支援のほどよろしくお願いします。本日はどううもありがとうございました